はい、どうも皆さん、こんにちは、もどりです。それではパワープロ13、次からやっていきましょう。メンタルじゃなくて守備練かな。はい、お、いいね。コマくん、調子はどうだい？偵察も最後の高校ともなるとさすがに疲れちゃうね。そうだね。でも甲子園に行くには県大会でありそうな学校この目で見ておかないと。さすがホモくん、ね、パチモンが来ました。何言ってんだよヤバイくん。君の眼鏡の奥の瞳こそ獲物を見る目だよ。ほほほ、分かったかい。僕たちはエリート街道まっしぐらの人生しかにはないんだ。これパワーフェスにね出たんで分かる人多いと思います。初登場がねパワープロ13なんですよ。廃墟高校野球部か。いつの間にか転用前になってたんだよね。そうそう、なんだよって思っちゃったよ。そのおかげで本当の野球の名門最強高校に入れたんだから文句はないよ。ヤバイ君もそう考えてたのかい。僕もなんだ。君と僕って相性バッチリだね。あはは、間違いないよ。この人たちは堂々と人のグラウンドで会話をしているね。そうでやんす。うわ、打球がこっちに飛んできた。避けろ、課金。この球楽勝で打ち返せるよ。まあ俺だからな、能力。もう一球打っちゃった。うわ、キャッチも余裕。なぜ口でも言う。至近距離でこの超反応、こいつらできるでやんす。それより帽子に西の文字、最強高校の偵察か。その通り、僕たちは君たちに勝てるかなって思ってね。そしたら勝ってたよ。あはははてか、お前たちに似てねえか。そんなことないでやんすよ。似てるかも。校長、まさかこいつらが本当の救世主なんじゃ。お前たち救世主じゃなかったのか。雑誌で確認だ。持ってきました。本当だ、ホモたちは救世主じゃない。あれだけ頼み込んで救世主様に来てもらったはずなんじゃが、写真が似てたもんじゃから、入学願書を取り間違えたんじゃろうか。嘘ー。っていうことで、まあ実はこいつがね、アディー、こいつらがあの救世主だったんですね。つまりパワープロとヤベは偽物です。で、事件からしばらく経ち。あいつは救世主じゃなかったんだってな。ち、反応が厳しいでやんす。いや、お前らこれ甲子園に導いてやったんだぞ。期待して損しちゃったよ。おいどんも。もしかして、スミ監督、俺たちのことを思って試してみるか。ああ、救世主なんていないんだよな。お前はホモじゃないか。みんな集まれ。お前たちの心は弱い。なんだいきなり。救世主なんてものはいない。なんだと思ったものは自分の心の中に聞いてみろ。監督、他人に頼るな。自分で道をまっすぐ切り開け。自分救世主のつもりでやってみろ。以上だ。そうか、俺たちいつの間にか自分の力でどうにかしようって思わないようになってたな。みんなちょっと分かってくれたのかも。よかったでやんす。ありがとうございました。っていうことで最強高校を倒すことを誓います。ちょっとショップ寄ってスパイク、スパイク買うより正直バット欲しいんだよな。ミートが欲しいんですけど、インパクトバットのせいであれだよな。これ迷うな。これもう一旦休むで。お、修学旅行。うわ、しまった。マジか、修学旅行か。メンタル練習やっとけばよかった。失礼します。賑やかな旅行になりそうね。あ、違うわ。あ、大丈夫だ。よかったよかった。来週ですね。東京か。そうですね。来週ですね。あ、来週じゃない。来月ですね。来月だから OK。よかった。焦った、今。お、そわそわ。私が行ってきてあげるわね。ロバート秋山くん、ちょっといいかな。なんだよ。あの子がね、好きかもしれないんだって。マジで？しびれた。ちょっと天然でおっちょこちょいなんだけど、いい子だから。これで伝えることは伝えてから、あとは若い二人にお任せね。おう。年寄りみたいだな。何やってんだよ。今行くよ。悪いけど、今練習中だからまた後でな。女の子と話してたみたいだけど何があった？
なんでもねえよ。ホモくんとロバート秋山くんって似てるでやんすね。何言ってんだバカ、やめろ。お前ら喋ってないで試合だぞ。今日はオイラたち3人が出る練習試合があるでやんす。緊張で見てられない。俺の出番だ。一丁かっちょいいとこ見せるか。おっと、その前に体を動かすか。俺もやるぜ。息ぴったりでやんす。キャー素敵。私とお友達になってくれませんか。俺友達だったらいいよ。あれ、ホモは可愛い女の子とどっか行っちゃったでやんすよ。まさかあの子俺とホモを間違えたのか。そんなことある。でバーベルね。まあ兄弟とかなんだらまだわかるけど、他人だからな。ゴリゴリ、あーこれダブルタック来たか。これはこっちっすね。でもう気合全部注入。うわ入るな。てかダブルタックよく来るな。あ、またリードテクニックっすね。うわ最悪。まあまあまあでもいいか。そんなに大ごとにはなんなかった。で水も多分足りますね。お、修学旅行。うわ縛った。また修学旅行忘れてた。もったいないな。でも結構疲れたでやんす。移動の間ずっと携帯ゲームで遊んでたからじゃない。疲れも吹っ飛んだでやんす。待っててでやんす。いいね、東京に修学旅行。東京タワーでやんす。なかなか来ないところかもしれないよ。俺たちの地元の観光地もあまり行かないし。お決まりの観光ルートでやんすが、たっぷり楽しむでやんす。観光ルートを考えてきたんじゃないの。神田の本屋街巡りの後、秋葉でたっぷり遊んで、上野見学、締めは中尾、池袋探索でやんす。やっぱ矢部くんっぽいな。まあ私はね、基本秋葉にいますけどね。とてもじゃないけど、自由時間の間で回りきれないよ。ショックでやんす。で、東京を楽しんだ。ホテルの前にこんなに静かな公園があるとはね。静かだ。今日一日楽しかったでやんす。おいら先に部屋に戻ってるでやんすよ。来るぞ。うわぁ、来た。うひょー。ホモくん一人で寂しそうだったから、もうのんけになったわ。あ、いやいや、何をしようかなって考えていたところなんだ。寂しかったのなら一緒にお話ししようかなって思ってた。寂しくなくても一緒にお話ししようよ。何の話する？こといろいろ知りたい。知っているようで知らないこといっぱいあるよね。もちろんよ。どんなお嫁さんが、うひょー、君みたいなお嫁さんだよ。子供とか好き、何人ぐらい、子供とか好き。おー、たまんねえな、おい。こう困ったら。これもうね、妊娠させました。じゃあ行きますか。いやー、これもうエクちゃんにこんなこと言われたらね、もうホモだろうが、もう股間はバッキバキよ。じゃあ練習行きまーす。走塁も一回ぐらいやっといた方がいいかな。ちょっと一回やっときます、走塁。いいタイミングなんでね。気合全部入れて。あ、ぶっ壊れた。うん。どうしたでやんす。俺、野球の練習頑張ってるけど、やり足りないのかなって。そうなんだけどね。俺たちすっかり野球バカって言えるほどたっぷり練習してきたよな。頑張るぞ。いいね。疲れが取れることはいいことっすね。よいしょい。ついに最後の夏だな。ゴーさん、無事でこんなものを発見しました。おお、廃業高校東西伝、興味深い。東西の力、混沌とするとき廃業東西戦を行うべし。混沌です、ゴーさん。おう、ガバ、くぐぐ面白い。西も多少は力つけてきたようだ。俺様が行こう。四天王のお前たちで力不足。俺様が直接手を下す。く、行くぞ。つうことで、合戦ですね。お前ら合軍団。グラウンドで自転車はダメだ。降りろ。ははい。しばらねえな。最後の夏も近づいてきた。ふさわしい形で甲子園出場を決めようじゃないか。で、廃墟東西線ですね。東西線じゃと、おろろろ、仙台に聞いたことがある。
あれが最後に行われたのは確か30年前じゃ。激しい争いだったと聞く。ゴーじゃんけんしないか。じゃんけんポーン。俺がチョキでゴーがパー。俺の勝ちだ。これでいい。仕方ない。ておーい。あのりつこびだ。気づかなかったから県大会に出られたでやんすのに。俺たちこれからどうなるって。おい、お前まだやってるのか。乗ってみたんですけど。てへ。まあいい。6月の終わり、例の地で待っているぞ。つうことで、末にですね、甲子園出場をかけた東西戦がですね、行われるようになりました。これで勝たないとゲームオーバーです。で、走塁練習と。まあ、ゲームオーバーではないんですけど、うん。まあ、ほぼゲームオーバーみたいなもん。メンタル練習。で、これ、パーリン買いましょう。お金の使い道がちょっとなくなったんで。で、宝くじは買ってません。ロバート秋山もいるし、パーリン使いましょう。はい、いらっしゃいました。パーリン買って、で、3000円か4万ぐらいは残しておこうかな。一応。これで練習はいけると。あー、5% か。ちょっとデラックスもったいないんで、パーリン買います。パーリン買って、守備練行きますか。おい。で、あと筋力練習でいいかもな。ゆきちゃん。お、これラブパック来たかもな。来たー。ゆきちゃん、私のキス、あんたにしかかけない恋の魔法。わーん。ゆきちゃんのラブ魔法、バッチリもらったぜ。こら最強の魔法だな。ゆきちゃんの魔法とか最強すぎだろ。で、走塁はやんなくていいな。うん、多分試合で足りるんで。で、これね、気合いくら入れてもなんとなくならないっていう最強すぎる。お、人材なんか。で、スカウトですね。これもう打撃一択よ。ナイス。ちょっとさ、ミートも上げられんな。もうこれパーリン使いますわ。デラックス2つで足りっかな。デラックス2つで足りますね。この BGM いいよね。めっちゃ好きだよな、この BGM。 パワープロ13のラブパー BGM。 で、東西戦だ。どちらが勝つか、クック。やらずともわかるがな。そんなことはないぞ、ヤンスヤンス。スミ、例の恨みの剣、ここで思いっきり腹させてもらうぞ。お前は根に持つタイプの子だな。そうみたい。うちの子たちはこんなところで負けやしない。絶対にな。監督の信頼にも応えるんだ。で、ラブパワー全開なんで、これ絶好調ですね。試合勝ってね、勝てるようにお祈りするから。俺頑張るよ。すいません、ちょっと。はい。じゃあちょっと一旦カットします。この BGM 撮りたいので、すいません。はい、どうも皆さん、こんにちは。モトレです。では、追加でやっていきましょう。追加っていうか。はい、BGM 撮り終わったんで、やっていきましょう。いやー、これで勝てると勝てないとでは、だいぶ違いますからね。西軍を勝たせなければ。でん、でん、でん。で、魔法も、ショートにして、ロバート秋山セカンド。まあ、オールエアはもう、ほぼ行きましたね。だから、まあ、ここら辺はこれでいいとして、こっちの方が強いな、矢部君より。じゃあこれでいきましょう。よし、スタート。いや、これで勝てるかどうかだね。いいね。やっぱり面白いな、パワープロデューサーは。いつやってもおもろい。いきますか。これから東軍の攻撃に変わります。うわぁ、お宝前に出る。二塁送る。まあこの試合もフルで見せていこうかな。打ちました。 OK。 はい、掴んだ。セカンドへ送る。セカンド攻勢。あー、ダメか。ワンアウトランナー一塁に変わります。で、ストレート。右バッターボックスは松尾、今日3打席目。おっと、1塁ランナー外れた。
グッジョーブ。落書きが強いね、普通に。スライダーフェアか。おい、グッジョーブ。でホモですね。スクリューか。ギリギリやな、怖いな。さあ3球目見送ってボール、よく見ています。まあここでもできればコールドしたいですね。投げました、アウトコース高め、入れてくるか。投げました、選んでよし、いきなり歩かせてしまいました。歩かしたね。相手は、いやでも弱いな全体的に。ちょっと待ってね。で、あ、ゴーがもう降板したのね。ゴー2点取られてんじゃん。さあ1球目打ちました。あー、しもた。大西、落下点構えて、一塁へ、一塁はセーフ。やりよるな。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは4番、小高、一塁へ牽制球を送ります。さあ、来い。初球外れてボール、初球外してきました。ワンボールから投げた。スクリュー。一塁牽制、セーフ。一塁はセーフ。しつこいね。内角見送ってボール。またフォアボールになる可能性があるな。ノースリーから投げた。よし、まあ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 。ボールは中継。さあこれでワンアウトランナー。4番は任せたぞ。バッターは5番。あ、5番か。投げた、どうだこれは。あー、これアウトか。あ、いや、マジか、ダイレクトか。 OK、 いけますか、矢部くん。さあ初球、疲れてるね。あっと、すっぽ抜けた。少し力が入りました。ロツーから投げた、うん、これも高め。よし、オッケー。満塁の場面で回ってきますね。誰だ。さあ、うわっ、これ痛いわ。いけますか。よし、ショート。一塁送球、オッケー。一塁アウト、ワンアウト、完封勝利まであと二人。誰だ？坂本。第1球を投げました。坂本勝負じゃ。オッケー。ショート取りました。完封勝利まであと一人。ストレート。投げました。三村。オッケー。あります。よし。まあなんとか勝ちましたね。これで。5を仲間にする。0対3で勝利。ラブパの曲すごいな、これ。東西戦に勝ったぞ。俺様が負けるのか、負けたのか。ありえん、ありえんぞ。お前はよくやったよ、東をまとめてな。でも俺たち西の方が強かったんだ。ゴーよ、お前は、あ、俺はお前と仲直りしたいんだ。親子としては当然か。おっと、その前にあれを忘れてたな。出た、あれだ。行くぞ。カーツ。張本さんや。これは俺様か。少し穏やかになった気がする。ゴーがまともになった。でもマントは外れなかったでやんすね。ゴー様、ゴー様、本当に東も終わりだ。東が負けた今、俺様たちの行く道はない。ゴーよ、何を言っている。西がお前たちを待ってるよ。罪。部員のことを考えると仕方あるまい。しかしお前とは分かり合ったわけではない。分かった、分かった。今日から東と西を統一する。俺様はいつの日か西野球部員として試合に出場しよう。一人残った四天王のお前は西に行け。東の何かが崩れていく音が聞こえるよ。いや、雷でやんす。これで廃墟にも平和が訪れるんだ。
あとはあの作戦で仲直りさせればバッチリだよ。ここでやるわけにはいかないでやんすが、タイミングを見計らってやるでやんす。つうことで、統一されましたね。で、愛機も入りました。勝ったね。おめでとう。お祈りが効いたのかな。すごい活躍ぶりにご褒美ね。うえぇ、うおこれはもう発狂もんよ。で、ラブパが切れましたね。で、回線になったか。最悪ですね。で、七夕。ホモくん、今いい？エクちゃん、ダメ？大丈夫だよ。じゃあまた後で。早速準備しないとね。ということで、七夕祭りにやってきたぞ。すごい盛り上がり。みんな楽しそう。エクちゃん行こう。ね、ホモくん、七夕といえば、あれしたい。あれをしたい。あれって言うと短冊だね。なんだよ、短冊かよ。は願い事を書いて、ササに吊るしておくと願いが叶うという昔からの言い伝え。そういや、この、お祭り用に大きい笹が用意されてるんだよね。そこに行こうか。きっとあれのこと、行こう、ホモくん。そうだ、今欲しいものあるから、それを乾こうと。かけたエクちゃんはなんて書いたの？ダメ、秘密。っていうことで、チラッと見えちゃった。確か。いやー、これ、ちょっとね、安いやつですね。5000円。買わないで。これね、買うとね、別れる可能性があるんで、基本的にプレゼントは買わないでおきましょう。じゃあ、今回この辺で終了させていただきます。はい。じゃあ次回もぜひ見てください。それでは皆さんお疲れ様でした。さよなら。